おはようございます、ゆうやです。今からベゼル1ヶ月点検です。はい、点検終了しました。20分ぐらいで終わりましたね。3、4時間かかると思って、その間勉強しようと思ってたんですけど、もう速攻終わったんで、これからドライブ行きたいと思います。で、1ヶ月点検行ったら井村屋のおしるこもらいました。後でいただきます。千葉ホルニア来たんですけど、ちょっと前に事故があったみたいで、ヤシの木の周りに路上での撮影禁止っていう黄色い紙が貼ってあります。なんか風情がなくなっちゃいましたね。まあどうでもいいんですけど、今日海きったねえな。なんか風強いからかな、すげえ濁って見える。ドライブ行こうと思って行く場所を調べてたんですけど、ちょっとお腹空いてきたんで、飯とりあえず食いに行こうと思って梅の屋行くことにしました。あの竹岡系ラーメンで結構有名な場所なんですけど、そこを向かいたいと思います。モンスター飲んでガンギ待ってます。さっき1ヶ月点検行ってきたんですけど、担当の千髄さん、なんか僕の YouTube ちょくちょく見てくださってるみたいで、ちょっとこっぱずかしかったですね。で、千髄さんが出てたあの納車の動画が今一番再生数いってて、本人の復讐になってるみたいで、よかったです。左方向です。続いて目的地は右側です。着きましたね、梅の屋。あれ、ちょっと人いなくない？目的地は右側です。お疲れ様でした。いるいるいる、やってるわ。駐車場がここなんですよね。梅の屋駐車場書いてある。着きました。いつも行列なんですけど、今日全然並んでない、ラッキーですね。ありがとうございました。はい、梅の屋めっちゃうまかったです。梅の屋の玉ねぎは結構シャキシャキめの玉ねぎで、なんかうまかったですね。前回行ったことぶきラーメンはちょっと汁気があるデュルデュルの玉ねぎだったんですけど、まあ両方うまいですね。竹岡式ラーメン、まあ正式名称わかんないですけど、竹岡ラーメンは結構店によってこだわりというか細かいところがちょっと違いがあるんで、店ごとにいろいろ楽しめていいですね。知らんけど。買い物終了、ハズレです。なんかクーポンもらいました。見せてくれたな、伏黒の海、領域展開、激アツだな。福間水氏、さあ行くぞ。やるじゃないか。やった。